はい、こんにちは、ひろちです。とってもとっても久しぶり のお料理動画なんですけれども、お料理動画といってももうすぐ昼で、たまには台所からお届けしようかなと思いまして、あるもので何か昼作っていこうと思いました。もう何作ろうかなと思って、特に買い物も行ってないから、何が作れるかって言ったら、まあ多分いろいろ作れるんですけど、ピザトーストを作っていきたいと思います。玉ねぎとピーマン、トマト、あとベーコンがあるし、チーズもあるから、あと食パンが1枚たまたまあったんですよ、冷凍してるんですけど。で、あとキャベツと人参のコンソメスープみたいなの作って、久しぶりにですね、たまに料理の動画を見たいですって言ってくださる方がいらっしゃったんですけど、すいません、ピザトーストで。はい、じゃあちょっと作っていきますね。今日はですね、すごいもうこちら地方梅雨入りしてですね、すごい雨が降ってたんですけど、さっきまで心配なぐらい降ってたんですけど、今は少し止んできたんですけど、今日は一日雨ということで、あんまり一日家にいることもほとんどないんですけど、今日は一日家にいようと思って、はい、昼ご飯もだから作ることにしました。あとちょっと紹介したいものがあって、私最近とか、これ見えますかね、これお茶碗拭きなんですけど、これがもう本当にとっても気に入っててですね、ちょっと見せますね、これですよ。これもなんかしばらく買ってしばらく経ってるんですけど、洗濯をするごとに使いやすくなって、これ1枚しかないから、なんかもう1枚これ欲しいねって言っていろいろ探してたんですけど、この大きさのが良かったんですけど、なくて、でもすごいデザインが可愛いのがあったから、ちょっと小さかったんですけど2枚買いましたんで、ちょっとこちらですね、色合いが可愛いでしょう。これ一目惚れです、一目惚れ、グレーとピンク、これ可愛いでしょう。そして私が今日ですね、まあ、今日は皆さんと一緒に昼ご飯食べるんですけど、今日私が食べた後に何を話すかというとですね、ネットの記事で大きく老後の不安って書いてあったから、それめっちゃ興味あるじゃないですか。でそれで読んだ記事をもとに老後の不安について皆さんとお話していきたいと思っているので、最後まで見ていただけるととても嬉しいです。はい、では作っていきますね。これ京都で買ってきたんですけど、これもちょっとまあまあ有名なので知ってある方もいらっしゃるかと思うんですけど、これめっちゃ美味しくて、あと3つしか入ってない、クッキーなんですけど中にホワイトチョコレートが挟まってるんですよ。これをおやつに食べようかなと思ってます。あとこのおこげ飯と、おこげ飯とカレーせんべいみたいな感じ、おこげ飯もカレーせんべいも試食させてくれたんですよ。美味しかったです。こちらですね、こちらも買ってきました。これかわいいでしょ、もう食べるのがもったいなすぎて、これちいかわもぐもぐ本舗で買いました。はい、やっと作っていきます。スープ、まあ、ちょっと余り野菜使わないとですね、適当に作っていきます。ピザトーストだけじゃちょっと栄養があるじゃないですか。一日もしも家にいたらですよ、朝ごはん作って昼ごはん作って、まあ、夜ごはん作ったら、なんかご飯ばっかり作ってるって感じになりますよね。だいたい休みの日は出かけて、昼は外で食べることがまあ多いですね。今梅雨入りしたばっかりなんですけど、なんかもう頭痛がしました今日朝。いろいろありながらもですね、薬とかに助けられながら、まあ元気に過ごしています私。蓋がないよね、このなんか久しぶりに食べる気がします。私あんまりそのこだわりないんで、食に対して全く、まあ、バナナは好きですけどね。これですね、これスープ、
まずここにケチャップを入れます。ピザソースとか売ってあるじゃないですか。私ああいうのあんまり好きじゃなくて、もうケチャップでいいんですよ。結構かけて、本当はブラックペッパーがいいんですけど、ないんですよブラックペッパーが。胡椒を振りたいと思います。ちょっとだけこのオリーブオイルを、パン先に切っとけばよかった、食べにくいけん。もう遅い。私チーズがすごくたっぷりのやつは苦手なタイプなんで、チーズはちょっとパラパラっと。はい、できました。いつもルイボスティーを作ってます。ルイボスティーを飲みます。ちょっと今からスープもそろそろもうちょっとしたらいいんで、あとこのピザトーストを今ちょっと余熱してるから焼いて、そちらで食べるのでですね、あちらで少々お待ちください。すいません。はい、ではいただきます。美味しそう、美味しそうやけどちょっと焦げましたね。はい、ただのコンソメスープです。うん、キャベツが甘くて美味しい。お肉とかよりもベジタブルが好きです。で、肉と魚どっちって言われたら、まあ、魚の方が好きですね。お刺身はなんか3切れぐらいでいいんですけど、生のものがあんまり好きじゃないです。まあお刺身は食べられますけど、生の肉、馬刺しとか、いや美味しいよってみんなから言われるんですけど、ちょっとうまですね。はい、じゃあ豚とか牛はいいとっていう話になるんですけど、鶏とかでもなんかちょっと、あとなんか鹿、ちょっとうわ美味しそうでしょ。美味しい。お店にランチに来てるかと思うぐらい美味しいです。美味しいけどちょっと寒いな。ドライにするとちょっと寒くなって、ドライを消すとちょっとジメジメするんですけど、ちょっと今消しました。ここの私の席は外が見えるんですよ。うちカーテン、薄いカーテンしかしてないんで外が見えてとてもいいんですけど、姉は向かい側に座ってるから言うならもうここしか見えない、私しか私と私の後ろしか見えないから、ちょっとそっちでいいとっていつか聞こうって思いながら聞くのをいつも忘れるんですけど、こっちすごい眺めがいいんで、なんか申し訳ないなと思って、山とかもちょっと遠くに見えるんですよね。とっても気に入ってます。前とその前まではこうやって窓から外の景色が見えないところに住んでたんですよ。山とか一切見えないところに。私山育ちなんで、猿ぐらい山育ちなんで、私やっぱり山が見えた方がいいですね。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。はい、ピザトースト美味しかったです。で、私がですね、暑くなって、すいません、ちょっと老後の不安の話を少々お待ちください。暑くなって買ったものがあります。サングラスを買いました。私サングラス、ピンク色のサングラスしか持ってなくて、ふざけすぎてってですね、ちょっと待ってください。最近もう晴れた日にもやっぱり日光に当たった方が骨が強くなるみたいなあるじゃないですか。だからというか、出かけたいので、もう本当に日差しが目から入ってくるっていうじゃないですか。で、私も本当日傘を差すのも好きじゃないし、帽子をかぶるのもサングラスをかけるのももう嫌なんですよ、そういうのが。
だけどやっぱりこうもうやっぱりあのなんかここにあのサングラスもつけずに帽子もかぶらずに出かけた日にこうなんかここのとこに点々点々ってなんか赤いポツポツができたんですよ両方に。これはいけないと思って、まあそれが原因がわからないんですけど、あの私このサングラスしか持ってなくて、これ一応 UV カットなんですよ。なんでこのサングラス買ったかなってあの不思議なんですけど、こうとかちょっと可愛いかなと思って多分買ったと思うんですけど、結構前に買ったんですけど、これはちょっとあのふざけすぎやなと思って、あのちゃんとしたサングラス、ジンズっていうメガネ屋さんで買いましたね。これここに書いてあります。で、私が選んだサングラスがこちらです。こんな感じですね。怪しいです。すぐに持って帰れるあのサングラスの中から選んだので、ちょっとそんなに選択肢がなかったんですけど、最近はちゃんとかけてます。で、あと帽子ですね。帽子もあの持ってなかったんですよね。帽子もないから、あの姉の帽子をいつも借りてたんですよね。あと帽子はですね、こちらです。こちらはあのユニクロで買いました。1980円ぐらいやったんですけど、こんな感じで、はい、この日傘を差すよりかは私こっちの方がまだいいんで、あの帽子をかぶってあのサングラスをかけてですね、こうしてこういう人を見かけたら私なんで。何がいいかというと、柔らかいのでこうやって畳んでバッグに入れれるのと、もうなんか生地的にあの洗濯できるからこれにしました。これしか持ってないです、一つしか。はい、ちょっと老後の不安の話はもう結構してるんですけど、まあやっぱりそのしてもしても不安は不安じゃないですか。でやっぱ何が不安かというと、やっぱ健康に対してが一番不安ではあるんですけど、まあだいたいあの朝起きてですね、私の5時10分に起きてるんですけど、弁当作るから。で姉が起きて、でその時にあのどんな会話をするかというと、あのもう私あの夜中に目が覚めた今日はとか、夜中に足がつったとか、ぐっすり眠れたみたいな、え足つらんかった昨日とか、私なんか3時頃多分やけど3時頃目が覚めたけど、時間を知ると寝れんくなったりするけん、あのなんか多分3時ぐらいに目が覚めて、なんかそっから朝までなんかあんま寝れんやった感じがするとか、そういう睡眠についての報告を朝一で行います。準備してから、まあ、朝ごはんをあの食べるんですけど、ちゃんと食べるんですけど、その時にあのやっぱりこう食欲はあるんですよね。なんか今日は食べたくないっていう日は一日もないから、まあ、それが私の健康のあのバロメーターかなって自分で思ってるんですよ。一人やったらそういう報告もしないわけじゃないですか。だけどなんか報告することによって、私も寝れんかったとか、私ももう足がつったとか、なんかこう大体年齢が同じなんで、あの、ね、1個しか違わないんで、あの大体症状は似てるんで、それを聞くとやっぱその年齢的にやっぱそういうことはあるんだなっていうふうに思えるじゃないですか。朝から一人で、まあ、昨日足がつったなんで、足とかつるとかいなって心配になるじゃないですか。でもそれをあの話すことによってなんかちょっと軽減されるっていうか、心配が、まあ、老後の不安は一番はあの健康で、二番がまあお金、まあ、私ネットニュースで見たんですよ、老後の不安って書いてあって。でなんて書いてあったかというと、あの物は捨てるべきって書いてあったんですよ。老後が不安なら、お金があるなら本当に必要なものにあの使うべきみたいな、そんな風に書いてありました。まあ、私もあの、まあ、今年の夏あの賞与を、まあ、いただけるかいただけないかはまだ決まってないんですけど、いただいたらあの買いたいものが一つだけあるんですよ。それはまあまあ、 あの高価なもので必要なものだから、もしも買えたら紹介しますね。でそれを一つ、それが一つだけ欲しいもので、あとはなんか特にもう 今現在で言うと欲しいものはないんですよ。まあそれ ありますよ、それいろいろ、そのなんかあのペンのセットが欲しいとか、可愛い布が欲しいとか、まあいろいろちょこちょこはあるんですけど、そういうあのこうかさばるもので欲しいものはもうないですね。なんならここの部屋あの本当に空間が多いから、あの食器棚ももう一つ置けるんですよ本当は。でもあえて置かないのは、あの置くと多分
物が増えるじゃないですか。そこに置けるってなったらまだいろいろ買い足してなんか増やそうとしてしまうから、もうだいぶ空間は空いてるんですけど、そこはもう何も置かないでおこうと思ってて、はい、でそのあまりにもその空間に荷物を積み込みすぎると年齢がいって、そうすると家具につまずいて転んでしまうっていうのが書いてありました。今ではまだ考えられないじゃないですか。私頭とかよく戸棚でぶつけたりするんですけど、掃除の時にテーブルに頭ぶつけたりはするんですけど、まだつまずいてこう家の中で転んだことは一回もないんで、やっぱその狭いこう何ですか、部屋に対して物をたくさん置いてるとそのつまずきやすくなるから、なるべくその家具は少ない方がいいって書いてありました。コンパクトに収納して物をなるべく持たない、そしてお金は必要なものに、本当に必要なものにかける、そしていらないものは捨てていく、捨て活をするっていう風に、老後の不安の解消はそういう風にしたらいいっていう風に記事に書いてありました。で、老後の不安で、まあ私はお金よりも、お金よりもっていうか、お金は、まあ、年金で生活できるぐらいの、まあ、生活でいいならば、そんなにたくさん貯金する必要はないからですね、まあ、貯金はできる限りしたいと思ってるんですけど、はい、それよりも健康が一番なんで、さっきピザトーストとか食べましたけど、その食べることはとても気を使ってるわけじゃないんですけど、まあこうバランスよく食べるようには心がけています、はい、あと運動をしたり、その歩くこともとてもいいらしいね。1日30分ぐらいは歩いているので、通勤で、あとさっき私ラジオ体操をしたんですよ。今日は体をそんなに動かさないかなと思ってラジオ体操第一をしたんですよ。でまあまあ本気ですると、あれも結構運動になると思うので、どこにも行かない日はラジオ体操をおすすめします、はい、なんでやっぱりこう私の老後の不安は健康なので、まあ、お金は、まあ、健康の半分ぐらい不安、はい、私本当引っ越し貧乏でお金持ってないんで不安なんですけど、でも今の生活ができるくらいの貯金とそんぐらいまで働いて年金をもらえれば、まあ、お金の不安はそんなにないかなって今はそんな感じですね、はい。まあ、その代わりその贅沢はできないかなって思ってます、老後に。でも思うに、老後になんかじゃあ旅行、贅沢な旅行をしたいかって言ったら、やっぱその贅沢な旅行やなんか外国とかに行きたいところがあったら、それはもう本当に今が一番若いから今行くべきだと思います、はい。私あんまり旅行にそんなに興味がないんですよ。今は娘が少し遠くに住んでいるので、まあ、娘のとこに行くだけで今はいいかなって思ってますよ。旅行にそんなに興味はないですね、はい。日々の生活を楽しく過ごすことが私にとっては幸せなことかなって思います、はい。あとまあ子供たちが元気でいてくれたらそれでもういいかなって思うので、はい、老後の不安は人それぞれですけれども、その物をたくさん持たずにすっきりと暮らすことによって、まあ、それはやっぱり健康にもつながるかなって思います、気持ち的に、はい。なんか、すっきり暮らせてるので今広くなって、部屋が広くなって物はそんなに持たずにすっきり暮らせてるので、なんかその気持ち的にすっきりするとそれはやっぱり健康にはいいと思うので、はい、私はそこをその記事に書かれていたようにですね、本当に必要なものだけを買って、必要か必要じゃないか買うときにきちんと考えて買いたいなって思いました、はい。ユニクロに行ってたくさんこれあれもこれも買っていた時期もあって
ったし、でネット販売の安い服とかもまとめて買ったりしてたんですよね。動画にあると思うんですけど、何年か前、それは本当に最近と言いますね。だけどもう今はそういうことをする気持ちがなくなりましたね。それはそのなんかおしゃれ心がなくなったっていうとちょっと寂しい感じがするんですけど、おしゃれ心はなくなってません。で見に行ったらやっぱ欲しくはなるので、ただ買わないだけで、じゃあ例えばなんかこう、そうですね、娘のとこにじゃあ遊びに行くっていう時に一着買うとか、どっかそうやってなんかにお呼ばれした時に行く時にじゃあ一着買うとか、そんな感じでいいかなって最近は服に対しては思ってますね。それは会社が制服を廃止してくれてビジネスカジュアルになったことも、まあ、大きな要因になっているかなって思いますね。はい、最初ねスーツ着ていくのは、まあ、真夏は暑いしとかいろいろ思ってたんですけど、なんか慣れたら全然そうでもなくて、で私はスニーカーで行って、スーツはもう私必ずパンツスタイルなんで、パンツってパンツじゃなくてパンツですよ、長いパンツですね、パンツスタイルなんでスニーカーを履いていってるんですよ。で会社に、はい、ヒールを置いていて、それをなんかこう履いているんですよ、会社では。はい、そんな感じで皆さんも一緒にですね、捨て活、こちらをですね、捨て活って言っても何でもかんでも捨てたらその思い出の品とかはたくさんあるし、捨てたくないものはあるので、捨て活って言っても必要がないものは捨てて、必要じゃないものを買わないように気をつける、まあ、これが大事かなって思います。はい、老後の不安についてはですね、これからも話していきたいと思います。私8月生まれなんで、8月で57歳になるんですけれども、そしたらまたその頃に年金定期便が届くと思うんで、去年もらった年金定期便とちょっと比べたり、何歳からはいくらぐらいとか書いてあるから、それについてまた皆さんと共有できたらいいかなって思っております。考え方はまあ人それぞれで、老後の不安はまあ健康よりもお金っていう人ももちろんいるとは思うんですけれども、まあこれはあくまでも私が考えるまあ老後の不安のことなので、皆さんが思っている老後の不安のことがもしもなんか他にもあったらですね、教えていただきたいです。インスタグラムのアドレスはこちらになっているので、まあ、1週間に1回か2週間に1回ぐらいはアップするようにしているので、よかったらフォローお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。